こんばんは、五十嵐レイです。この動画では阪急杯の3連複予想ということで、本命に選んだのがグレナディアガーズです。朝日杯フューチュリティステークスを優勝したフランケル3区の馬さんですね。阪神の芝 1400m は2021年の阪神カップが1着、すごいですね。そして2022年が2着、これまたすごいですね。ということは、そう、もう相性のいいコースと言えそうなんですよね。ここはもうね、 G1 馬のプライドにかけても負けられない一戦になるんじゃないかなと見まして、本命に選ばせていただきました。はい、それでは今回は、3連複の一等軸流しで軸馬がグレナディアガースを選びまして、相手が、サトノラムセス、そしてルプリュフォール、それからアグリ、そしてグレイイングリーン。あ、ちなみにこのグレイイングリーンっていう名前は、あの足毛の馬体、この子足毛なんですけど、足毛の馬体がね、芝の緑グリーンの中に生えるよっていう意味らしいですよ。豆知識ですけれども、はい。そして続いてミッキーブリランテ、そして穴馬にホープフルサイン、以上の6頭に流した3連複合計15点で的中を狙いたいと思います。はい。そしてあのゲートウェイのコメント掲示板が競馬カフェのサイト内に誕生いたしました。で、無料会員登録でもご利用いただけますので、皆様のコメントお待ちしてます。